マンダブツ司会のうち皆兄弟なりと、今日はですね、<laughs> えー、こう飛び込みの話というのかな、いつものマー,リマーク・マーリンズ先生のお,お話じゃなくてですね、ちょっとお考えていることをお話をします。えー、内容はですね、えー、元お海外海教師さんで、 宗派を離脱して単立寺院の、まあ、住職代表役員をなさっている方とお話をしてっていうようなその時に感じたことをお話をします、えー、その方とは、まあ、まあ以前から知り合いだったわけですけども <laughs>、えー、このアーカイブずっとたどっていってもらったと分かると思うんですが。 私の身近な人であの宗派を離脱しようと思っている方がおいでになりますので、えー、その方の参考になればと思いましてで今申した元会教師さんのそうなんで宗派を離脱した方とその方とお引,お引き合わせをしようと思いました。これはですね まあできたらそんなことにはならない方が良いと言えば良いわけですから,から実際に離脱された後どういうことが起こってくるのかいうことをやっぱり知ってもらって考え直してもろたらええなというようなそういう目的がありましたが、まあ、結局その方はおいでにならなくてで私とその元海教師さんと,お二,人とお二人で話をするということになったんですけどまあしかしなんていうのかな 直接この話とは関係ないんだけどやっぱりちょっと残念なことを言うのかな、えー、本当にともに、えー、このお念仏の教えを喜び合っていく仲間があこう宗派から離脱せんでもいいように、えー、みんながあ働きかけるべきなんだろうけれどもなかなかそんなふうには皆さん思っておいでにならなくて、えー、今皆さんお寺のお御門徒が減っていくばかりですから。 したらどっかでそうやってお家騒動があったときにですねそのお家騒動に乗じてそこの御門とをなんとか獲得できんかなみたいに自分とかに取り込めんかなみたいな人はやっぱおいでになります。それから教務所さんにそんなんでちょっと応援と言いますかなんとかなりませんかねみたいなことを言っていましたけどこれもまた非常に残念なことなんですがその担当になってくださった職員さんのは あの、もうすぐ、教務省去っていくはる人なんですよ。つまりですね。まあ、あの、継続的に。えー、そこの人員が離脱していくっていう時に、それを何とか思い留まってもろて、お、考え方を、こう。改めてもろて、で、御門徒方との間で。えー、なんていうかな、あ、ともにまた、あの、こう。 いい良好な人間関係といいますか御門徒と住職との関係を修復していこうと思ったらやっぱある程度言う,うかな一回もつれたもんそんな簡単に、えー、元に戻るわけではありませんからそうすると継続的に関わっていく必要があるわけだけれども、えー、教務所さんがですね担当にされたのはもうすぐ辞めていかはる人なんやから,だから継続的にこの話に関わっていく 行くということではないことが分かりますんでそれでまあねまた新しい人にまた変わってもらわんなんのかさっさと離脱してしまうはるのかそれは分かりませんけれどもなんていうのかな教務しもやる気あるのかなということでなんかばかばかしいなってしまったりしますね。ままあまあとりあえずそういうきっかけやそういう矛盾みたいなものを感じつつ えー、お話を伺いに行きましたんですけれどもやっぱりね、えー、それはまあよく考えて海教師さんまでやっておいでになった方が浄土真宗本願寺派から離脱されるわけですからやっぱりよほど資料深くものをよう考えて単に好きとか嫌いとか儲かるとかもうからないとかそんなしょうもないことでやめていかれたのではないんだなということがやっぱりよく分かってまいりました。 えー、今日本人口減で従いまして五文と減で,、えー、で私んとこも五文とドスンと減,減っていますしで今んとこの減り方はまだ可愛らしいもんなんですがこれからとてつもなく五文とが何ていうか、ね、こう急降下するように五文と数が減っていくはずです。ね、そおそらく滋賀県のことを言ってそんなに人口減ってるところでないのにこうなっていくのにですよ。 えー、そ皆さん方の住んでらっしゃる地域やったらもう今すでにかなり人口減ってると思いますしこれからまたドスンと減っていくわけですからあ大変恐怖されているところもね方も多いと思いますからねそれはですね結局国民全体の問題で人口減っていってるから誤門とも減ってるっていうことを考えたときに。 そしたらなんでこの政府は何やっとってんみたいなことはやっぱどうしても考えざるを得ません。と申しますのは人口っていうのはかあの <laughs> 移民を迎えれば話は別ですけど自然像自然源ということになったらかなり早い時から統計出て何年後にどうなるとことは、ね、あの簡単に分かる話やからですわ、えー、私藤沢新章さん藤沢頼子さんの、えー、ご紹介で結婚をいたしました。 そう、えー、従いまして、えー、新婚当初よう数年はあよくあのー、よく新年のご挨拶ということで藤沢家といいますか上皇寺さんといいますか毎年訪ねていたんですけどその時に、えー、こう必ず一緒になる方ご夫婦がおいでになりましてこの方々はですねご主人はあの厚生省の議官の方でした議官というか医官といいますか。 えー、まあ、要はお医者さんですわ、ね、お役人さんのお医者さんで、えー、厚生省の技官というか医官といいますかどんな仕事を言うか言ったらねこの方はもともとは開業医さんでそして開業医さんを経て、えー、私立大学の医科大学の教授になっておいでになったところで、えー、厚生省の医官となっていかれたということですね。その 開業遺産であったり私立大学の教授であった時の業績が評価されてであの厚労省に移らその当時はまだ厚生省か厚生省に移らはったという方ですご専門は老人医療ですね、えー、その方がですね藤沢良昌先生ね藤沢より子さんのお父さんです。 えー、その当時、えー、こう随分とお世話になったということで,で毎年藤沢良昌先生にお礼方々新年の挨拶においでになっているっていう方でちょうど私と同じタイミングであと下級大愚先生と、えー、だから4人かな、えー、ですからその厚生省の遺憾のご夫妻と下級大愚先生と私と4人で、えー、新年、ね、ご挨拶を伺うというパターンができていたんですけどもさてその。 えー、遺憾の方がどんなことをおっしゃってるかといいますと平成真ん中の時点でですね平成、まあ、まあ平成真ん中ですね平成真ん中の時点であ皆さんねこれからね90歳100歳まで生きはるいうことは当たり前になってくるんですわって言われるんですでその当時平成の6年ぐらいやったらね平成567とかそんなぐらいやったらこんなに対して、えー、また90まで生きる人は今ほどは当たり前ではなかったですね。 もうちょっっと寿命が短かったです、えー、それからどんどんウナギの墓に人口があなんていうかなこう、えー、長生きになっていきましてほ、えー、本当に90当たり前で100生きはるたってね、えー、今6万何千人ぐらいはるんかなと思いますけどまあ女の人は多いわけですけど。 えー、そう思ったらね自分の身近な人でも100までいかはった人たくさんいりますからね。<laughs> なほしたら、えー、それもそんなに昔からではありませんからおっしゃる通りで、えー、このうなぎのぼにあの100歳以上の人の数が増えていってるいうことはこのここ20年とか30年ぐらいのところかなと思いますからそう思う30年もまだた、ま、たんねうなぎのぼに増えていったらね。 でそういったことでどん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 人口あの高齢者の人口増えていくんですよということを、えー、そのお医者さんはおっしゃってたわけです。で,であのそうするとあの高齢化率といいますかね人口に占めるお年寄りの割合が増えあの大きくなっていくということはこれは明らかにわかりますよね,ね。みんな長寿になっていくんやから。そしたらあとはですね、えー、若い人がどれぐらい増えていくのか減っていくのかっていうことはこれはまあ出生率。 えねこう出生率ね生まれはった子どもさんとかその割合とかそれから女の人は一生の間にどれぐらい子どもさんを産まれるのかっていうデータもこうすぐ出るわけですからそうしたらどんなふうな人口構成になっていくのかいうことはねもうその当時平成の真ん中そんなもんじゃなくて実はもっと昭和の終わりぐらいにはもう大体統計できてるはずなんです。 にもかかわらずです、ね、なんていうかな少子化対策っていうことを自然像でもってこの若い人の数を増やそうというような試みはこう明らかにされていませんでもう完全に手遅れになった後で少子化担当大臣をおいてみたりというような状況ですからもう明らかにそのこう統計的な数字からはこう明らかなものが。 もうずっと前からあったわけですけれども政府は何もしてきてないと。で私はそれは明らかだからじゃあどうされるんかなと思ったらは移民の人たくさん受け入れはるんやろうなというふうに、えー、こう考えていましたしね <laughs> 誰がどう考えたってあの自然像で増やすか。 または移民を受け入れるかということでなかったらこう本当に今のこのノーズダイブっていうのはあの急降下のこの状況いうのはこれはもう明らかに明らかに見えてるわけです。<laughs> でそれをこうなんていうかなだから必ずこの政府は移民政策をもっと早くから打ち出すはずやというと私は信じて疑ってなかったんですけどあれと思って今になっているわけなんです。であの話を戻しますとですね えこう元会教師さんの話ね元海教師さんの話ですからえそんなことは私よりもずっと分かってるわけです。そうするとですねーその方がその方の属してる教区でですねどこの教区とは言いませんけどねえそ,このその方の属してる教区の中で なんかこの例えば外国人の労働者の人だとかあのそう日本にある程度長い期間定住している人たちに向けてその人たちがお寺に来てもらうように、えー、こう計画を立てて実行していかなければいけないんじゃないかということをあの教区の中で提案しておいでになったそうです。でもちろん教務所,所長からそういう人も言うけれども。 若いあの僧侶の方々若手の僧侶の方々の会なんかでえそういう発言をなさったようですがはっきり言って誰もえ誰も賛同する人がなかったそうですあその場所に私おったら絶対賛同してましたよってあ私は言いますねで私常々申してますがほんの300メートルぐらいのところね400メートルかなまあどっちでもいいわ 歩いて5分もかからないところにサンタナ学園といいましてブラジルの人たちの保守行がありますで、その保守行の人たちとなんかいろいろとつながりを持てたらいいなというふうに思,う思いますしちょっとはそういうこともするんですけどもだけどまあ言うたらあれけどね例えばこの寺に、えー、こう境内もありますからね、えー、本堂もありますから遊びに来たらみたいなことを言うたらきはるかもしれませんけど、まあ、家族は嫌がるでしょうね。 <laughs> うん、明らかにうちそんな家ではありませんから5門ともまあまあそんな別に、えー、節度を持ってやっていたらそんなことはないと思いますがあんまりそんな大っぴらにどんどん言うことになったら門とも、えー、これはまあ5門ともしゃべりゃ分かるんでこれはなんとかなると思うんですけど家庭家族はまあ無理やと思います。で、えー、そんなんやさ、えー、かいそこの教区のお人たちに、えー、そうせんないかんと。 えー、もっと定住外国人の人たちにもっと働きかけていって定住外国人の人に寺に来てもらうようにさなあかんというようなことをおっしゃったそうだけど誰も相手にしてくれへんかったからですね <laughs> これはまあそうかなと思いますね, <laughs> ね。それはいいかどうかは別としてそうかなという気はしますね。で、えー、そういったことをですね、えー、こう話していて。 あほらまあね、これまあ人間どんどん日本人どんどん減っていってみんなもっと厳にこうもっと個数の厳に本当に歩いでいるのに、えー、で日本人の数そのものは減っていくわけだからこれ、えー、日本人だけ相手にしてやっていこうと思ったらそれほどさっきの離脱しようかなとか言ってお家騒動あ合ってるようなそういうところの寺の方にね えこのそこゴモンとなんとかハイエナうに取り上げてあ,んねんあの自分のとかに引き込むやんみたいな形でしかあこのゴモンの数を維持したりしていくいうことはこれ非常に困難なことになりますからそういう横で見とったらなんか非常になんていうのかな <laughs> ちょっと言葉で表現できんようなあ感覚しか持てないわけですなあ でいやそうはなくてやっぱりこうやって新たにあの日本に住んでる人はいはるんやからその人たちに、えー、こう訴えかけていったらどうか例えばブラジルの人なんかについて言うとこれは明らかにあのご夫婦のうちのどちらかは日系の人であるわけやから、うん、あの8分の1は当初はそういうことでしたから。 えー、そうしたらやっぱり今でも見とってもやっぱりあの完全に,にあの日系ではないなこの人っていう人も言いはるけどやっぱり多かれ少なかれこの人日系の血引いてるよなっていう外見的なあまあ想像でしかありませんけれどももしかしたら違うのかもしれませんが、えー、そういう方がやっぱ多いのは事実ですわ見たパッと見やけどね違うかもしれんけどね。 でしたらそう思った時にみんな基本あのどっかで仏教の影響を受けているような人たちなんやからでその人たちにお寺に来てもらうようにしてはどうかっていう考え方っていうのはある種非常に的を得たものの的をいるようなえ発言であるかなと思いますけれどもやっぱそこになんかみんなピンと来ないというかちょっとねそれはやっぱりいかんなと思います。 でそういうことが度重なったんで離脱されたいうことでしたがこれはもう最もな話やなぁと思わずにはおられませんね。で、えー、こうやっぱりみんなやっぱ宗教というものがあこう難民とか移民とかあ難民と移民とはまた違いますけどやっぱりその宗教というものがやっぱり社会の中でちょっと困って まあこういう言い方はどうかとは思いますが底辺にある人を支えてきたっていうことはこれは確かにあるわけです。<laughs> えー、日系カナダ人でもやっぱり、えー、キリスト教合同協会のコーペラティブコミッティの人に随分と助けてもらってるっていうことはやっぱりありますからね。でそう思った時に、えー、なんていうかなもう寺が。あ 定住外国人の人たちや移民の人たちにもっとできることってあるんじゃないかなと思いますがそんな動きはしようというような気は全く誰も持っておられませんやっぱり植物的に今日すぐに自分の手元にえこうお金が入るようなそういうところにしか関心持ってないお寺の人はとっても多くてで去ればこそだんだんやっぱりみんな なんか、なんていうかな、うん、それが一つの。お、寺離れの理由になっているのかなというふうに、えー、思った時にですね。やっぱり、ちょっと、これ、考え直さなあかんのかなと思います。で、やっぱり、あの、そのためにも。やっぱり、広い視野を持たなきゃいけないし、その広い視野を持つ。うん、こう、かつてどうであったか、外国ではどうであったかということを調べる。考える、その、考える材料に。 なるのは、ね、これはやっぱりあの日系人の移民のご苦労といいますかそしてそのホスト社会でどういうことがあったのかその移民された人のご苦労やその移民先でのホスト社会でその社会ホスト社会がどう対応したのかネガティブな差別されたっていうことはこれたくさんあるわけですけどもそうではなくてまた逆にですね非常にこう人道的に かつあの移民である虐げられてるような社会の底辺にいざるを得ないような人たちにさまざまな救いの手を差し伸べてきたのもまたあのホスト社会であるわけだからそのお一方だけ見ててはいけないので,でその移民の人たちや底辺にある人に手を差し伸べてこられたホスト社会のかつての姿からあ今日本がどうあるべきなんか。 日本がこれからどう進んでいくべきなのか浄土真宗教団がその中で何をすべきなのかということをですねなんかやっぱりあの教えてもらう材料をねやっぱたくさんあの提供してくれてるのが日系人の移民史ではないかな移民,と浄土移民と宗教との関わりその歴史の中から学んでいけるところがたくさんあるんじゃないかなということを思ってですね そういうことをお話をしまして今日のお話にします。